アラン・カミングは、スコットランド出身の俳優である。グラスゴーで演技を学んだ後、舞台、テレビで活躍。舞台俳優、映画俳優、映画監督、脚本家、執筆家など、その活動は多岐にわたる。特に有名なのが、舞台、キャバレーで、トニー賞をはじめ、数々の賞を受賞している。映画では、ゲ変人、オタク等な役が多く、 どれも出てくるだけで主役が霞んでしまうような存在感がある。特殊メイクや白塗りの役も多い。2012年の映画チョコレートドーナツでは社会の非常な偏見と差別にさらされながらも一人の少年を必死に守ろうとする芸の男性を時に感情的にしかし慈愛に満ちた眼差しで演じ切り高く評価されている。同作も国際的な映画祭で絶賛され、 多くの観客賞を受賞している。2002年に諸女小説トミーズテールが出版された。2015年6月7日に行われた第69回トニー賞の司会をクリスティン・チェノーエスと務めた。1985年に女優のヒラリー・リオンと結婚したが、1993年に離婚した。本人は自分のことをバイセクシュアルと語っており、2007年に グラフィックアーティストの男性と同性婚を挙げて話題になった。アランカミング、インタビュー、オアシス・ジャーナルズ・ハット、X メンニア・ランカミング、イギリスで同性婚。シネマトゥデー。http://www.cinematoday.jp スラッシュページスラッシュ N00097372013 年2月1日閲覧。 ありがとうございます。